過去最多となる9人が立候補した自民党の総裁選挙。石破茂君をもって当選者と決しました。決選投票を受けて石破茂氏が新しい党の顔となりました。党内のほとんどの派閥が解消されたことも影響し、国会議員の票が分散した今回の総裁選、県関係の国会議員も対応が分かれました。衆議院議員では石川一区の小森氏は、同じ財務省出身の小林鷹之氏を、石川2区の佐々木氏は党の青年局長として先輩にあたる小泉進次郎氏を、石川3区の西田昌司氏は同じ旧岸田派に所属していた官房長官の林氏を支持しました。県内の党員党友はおよそ21,500人、このうち14,100人余りが投票し、県内の投票率は 65.79% となりました。今日投開票が行われた総裁選では、1回目の投票で高市氏がトップに立ち、石破氏との決選投票に。決選投票では石破氏が215票を獲得し、新総裁に選ばれました。こうした中、県内では地震や豪雨で被害を受けた奥能登選出の県議は、能登のことも分かっている方でありますので、しっかりとやっぱり応援をしていただきたいなと。大変大きな被害が能登全域を襲っているわけであります。しっかりとした予算、そして支援を期待するところであります。心折れとるような状態なんで、皆さんには希望を持てるような政策をやっていただける。そして奥能登の住民は、経済とね、またここの能登半島の復興ですかね、あれにちょっと力を入れていただきたいですね。2年後どうするかということを考えてもらって、2年後の公営住宅、市営住宅をもっと増やしてほしいと思いますね。やっぱり復興を早めにしてほしいね。これ以上のことはもう何も。能登の復旧復興を担う新たな日本の舵取り役、石破氏は来月1日召集の臨時国会で新しい総理大臣に指名されます。